皆さんこんにちは初等科国語に学ぶの時間です本日もかつらぎのみがお送りしますどうぞよろしくお願いいたしますさてさて先週は帆船のお話でした、ね、7つの海を越えていくかどうかは分かりませんが、まあ、スケールの大きい、えー、船のお話でしたけれども今日ははい生き物なんですね生き物なんですけれどもやはり海を越えて飛んでいく はいこの子のお話ですツバメはどこに行く夏の末頃、ツバメが電線や物干し竿に5、6羽ぐらい並んで止まっているのをよく見かけます時には10羽、20羽もずらりと並んでいることがありますその中には親ツバメもいますが今年生まれた小ツバメがたくさん混じっています もう大きさだけは親ツバメと同じですがまだくちばしの下の赤色が親ツバメほど濃くありませんくちばしの両脇が幾分黄色に見えるのさえありますこうして大勢のツバメが並んでいるのを見ると何かしら相談でもしているように見えますまもなく去っていかなければならない日本に 名残を惜ししんんでいるのかもしれませんこれから行こうとする遠い国のことを話し合っているのかもしれませんやがて9月も半ばを過ぎるとツバメはそろそろ日本を去っていきます10月には続々と去っていきます11月の初めになればもうほとんどその姿を 見せなくなくってしまいまいす一体どこへ行くのでしょうかツバメの行く先は遠い遠い南の海の彼方です東京から4,000キロもあるフィリピンである年の10月の末子供がツバメを捕まえましたするとその右足に日本の文字を記した「 小さな金属の板がついていました。それによると、埼玉県のあるところで試みに印をつけて離したものだということが分かりました。しかし、ツバメはもっともっと南へ飛んでいくのです。南洋の島々から中にはさらに海を越えて遠いオーストラリアまで行くものがあるということです。 ツバメは鳥の中でも一番早く飛ぶ鳥です汽車や自動車もかなわないくらいの速さですから何百キロの海を一気に飛ぶことも決して不思議ではありませんしかしその中には今年生まれた小ツバメがたくさんいますまた時に嵐やその他の思いがけない災難に遭わないとも限りません 昭和6年の秋の秋ことでしたヨーロッパのある国で約10万羽のツバメが急に落ちてきたことがありますその年は気候が不順で9月の中頃急に寒くなり雨が降り続きました折から南へ飛行中だったツバメは食に飢え冷たい雨にずぶ濡れになってもう 身動ききもででななくっってしまったのですそこでその国の人々はこの疲れ果てた鳥を拾い集めて温かい家に入れてやり食物を与えてやりましたそうして疲れの治るのを待って南の温かい国へ送ってあげました何しろ10万という数ですからこれを送るのは大変なことでした 9月の末から10月の初めにかけて汽車や飛行機で何回にも送ったということです昔からツバメは同じ家に帰ってくると言われていますつまり今年ある家の軒下で巣を作ったツバメが来年また同じ巣へ戻ってくるというのです近年になって いいろろな方法でこのことを調べてみますとやはりそうであることが分かりましたただあの小さな体で長い旅行を続けるせいか途中で死んで帰ってこないツバメもかなり多いということです日本からオーストラリアまでは1万キロ以上もありますがツバメは決して自分の国を忘れません 日本に春が来ると思えばもう矢も盾もたまらず北を指して進むのですその小さな胸には若葉の燃える日本の春の美しさを思い浮かべているでしょう青々と植え付けられた夏の稲田を思い浮かべているでしょう何よりもあの家の軒下に作った古巣が懐かしいでしょう 春になると誰もがこの珍しいお客の帰ってくるのを待ち焦がれていますちらりとツバメの姿を見,と見た人はきっと「今日初めてツバメを見たよ」と言って喜びます分けても自分の家へいそいそと帰ってきたツバメを迎える人の心はどんなにうれしいことでしょう 皆さんも覚えがあるでしょうかか近くにツバメはいますか私はですね最近の住まいの近くではあまり見ないんですけれども、まあ、実家のそばで埼玉県所沢市の実家から一番近いポストがあったあれ雑貨屋さんだったんですかね小さな商店の軒下にツバメが巣を作っていたんですね。 でまあ、ツバメが来てるなって思いながら普段見てたんですけどある時その『商店のおばさんが劣化のごとく子供たちを叱りつけていましたその子たちはツバメの巣を壊したんですねそれでもうカンカンになっておばさんが怒っててなんかその光景が目に焼き付いちゃったんですよで今なかなかそういうおじさんおばさんいないと思いませんか自分の子供じゃないんですよ あの多分近所の子なんですけれども悪いことをしたら真剣になって怒ってるっていう姿も今考えると素晴らしかったなって思いますしまああのツバメがいかにね苦労して旅を重ねて戻ってきたかっていうこともあのおばちゃんは知ってたのかななんてこともこの教科書を読んで私想像しました正直ね1万キロも飛んできているとは思ってませんでした私はい。 すごいですねツバメあの小ささで,であのよく飛び方が特徴的なので、まあ、姿も鉛尾服なんて言われるように、ね、尻尾が長くて特徴的ですけれども飛び方が速いしヒュンと回るし特徴的で、まあ、私はあるあの道場で剣術もやってますけれども塩尾剣なんていうあの技の名前があったりして日本人にとっては古くからなじみのある 渡り鳥だったんだろうなっていうふうに思いますね。で、まあそんなことを思ってたらつい最近、Facebook であのチャンネルアジアでも以前番組を持っていらっしゃいました矢作直樹先生の投稿にツバメが出てきたんです。それがとっても素敵な内容だったので、ちょっとご本人の了解を得てご紹介させていただきますね。親鳥に感動っていうタイトルが付けられてました。2023年4月14日8時40分。 の投稿です南アルプスの北沢峠から都大大橋に向かう林道の途中のトンネル内にたくさんのイワツバメがえいしていましたふと見ると1羽の親鳥が地面で何かを抱いて羽をバタつかせ周りを多くの仲間たちが囲むように飛び回っていましたしばらく見ていたら地面に落ちたヒナカッといっても親鳥とそんなに変わらない大きさを うまく抱えた瞬間、あっという間に飛び立って巣に戻っていきましたというね投稿だったんですよ。で、その巣のヒナたちがいる巣の写真と親鳥が地面でヒナを抱えたらしき瞬間の写真が添えられていたんですけど、ちょっとびっくりですよね。ツバメあんなこうね小さな体で巣が自分の大きさとほぼ変わらないヒナ鳥を 地面から抱えててに戻せるんだと思ってやっぱり普通鳥はですねなかなかそこまではできないあの大きさに違いがある時はいいですけれどもね明らかに卵からかえったばかりとか違いがあればできるかもしれませんけどもほぼ同じ大きさのヒナを巣に戻せるんだっていうことにびっくりしましたね。私も感動したので 萩先生にあのこれチャンネルアジでで紹介してていいですかってご連絡差し上げたら、まあ、ご快諾いただくとと,ともに「ツバメ」と「岩ツバメ」はもしかしたらあの違うかもしれない違,違うっていうかあのどれぐらい似てるのか分かんないけどみたいなコメントもつけられていたのでちょっと私なりに調べてみましたところあのどちらも渡り鳥であることは変わりませんでした。で、えー、見た目や習性がよく似ているんですけれどもでも違いも あるので、その識別できるポイントとして以下のようなものがあります。ツバメは岩ツバメよりも一回り大きいで尾羽が長いあのエビフクの、えー、尻尾みたいになっているのはこのツバメの方だけですね。で、ツバメは喉が赤い。で岩ツバメは白い。で、ツバメはそあの背中側の腰が黒いけど岩ツバメは白い。で、足が決定的に違うんですけど、ツバメはあの 足が黒くて細いで、岩ツバメは指の先にまで羽毛がわーって生えているので。太いし、白いという大きな違いがありました。こう、概してみると、岩ツバメの方はちょっとこう、スズメっぽいツバメみたいな印象でした。ね。で、まあ、いずれにしても。四千キロのフィリピンどころか、一万キロのオーストラリアにまで渡ってきて、渡っていって。戻ってくる鳥でもあるんだ。 そういうこともある鳥なんだって聞くとなおさら愛着が深まりますよねでツバメではないんですけれどもね私つい2日前の朝ホホキキョっていう鳴き声で目覚めました私新宿ぐらいに住んでるんですけど最初夢のの中ででウイス鳴き声聞こえたんですよであれと思ってたらあリアルだこれと思ってすぐうちのそばで泣いてましたねしばらく泣いててほーほ っっみたいな感じでちょっと語尾がまだあの下手くそというか慣れてないなっていう感じなんですけれどもすごい幸せな気持ちになりましたで、えー、おとといが一番至近距離で泣いてたんですが昨日も今朝もちょっと遠くでしたけどホうほう結構で朝、はい、聞こえてきたのですごく嬉しくなりましたね。まあ、ウグイスのの場合はは渡りり鳥鳥ででああませんけれどもも日本の春を象徴する鳥でもあるような 気がしますそうやって日本人はこういったね小さな生き物鳥たちとの,このなんだ交流っていうんでしょうかはいあの共に暮らすっていうことも大切にしてきた民族なんじゃないかなということもこの教科書の題材でツバメを扱っているというところからも思わせていただきました素敵な題材ですよね。ということで本日はこの辺りで締めさせていただきます。最後まままでごご覧いいたただきししてありがとうございました